ただいまご紹介いただきました、アドバイザーの村松であります。第六中学校さんの取り組みを、一言で、あの、ご紹介しますと、教科等の本質を考慮した言語活動事例の定例化。まあ、こういったところにあるのかと思います。あの、ここに今お示ししましたのは、まあ、今日も、あの、小野理事長はじめ、いろんな方からお話しいただきますし。育成すべき資質能力ということで、え、三、三つの柱があります。 ですここでさまざまなあのどのように学ぶのかということが、えー、取り上げられていますがここの場合6中3のほうは言語活動そしてそこに ICT を組み合わせるというところに、えー、焦点化いたしましたそして研究の一番じ軸ですねこれを、えー、知っていることできることをどのように使うか思考力判断力表現力ここにまあ重点を置いて、えー、研究を進められていますこの資質能力についてもう少し見ていただきますと あのまとめられると3点あります。1つは汎用的なスキルに関わるもの、それから2点目として、教科等の本質に関わるもの、3点目として、教科等の固有の知識や個別スキルに関わるものですね。で、例えば汎用的なスキルに関わるもので言いとしたら、まああの、この間もさまざまな実践研究が積み重ねられてきました思考スキル、こういうものが得られるかと思います。63の場合は えー、ここの教科等の本質に関わる先ほどの話もありましたけど教科の本質的な思考こういうところにフォーカスをしておりますこの本質に関わるものの見方考え方表現法ですねここに重点を置いて進めていただくのが特徴かと思いますまあ、言ってみればその言語活動の活動自体よりも中身にフォーカスしたとおりですねよりあのじゃ、えー、ハードルが高いところに捉えー、トライされているところに特徴がありますまたこの六中さん実際お伺いしますと 各教室にある電子黒板ですが、非常にあのユニークな施設になっております。えー、見ていただきますと、このようにプロジェクターがあるだけではなくてですね。ホワイトボードに真ん中にから開くようになってですね。観音開きになって開いてくると、このように電子黒板が現れるというまあ、こういうものが各教室にあります。また、さらに中学校特有のものであります。けども、非常にこのワークシートを。 たくさんの先生方が活用されていましてこのワークシートと電子黒板が連動して活用されているこういう場面が非常に見られましたそういったことから言語活動の一環としましてこのワークシートに ICT 活用をうまく取り入れていこうということで進められているこの辺が特徴的なところであります。 実際にこの各教科の特有の考え方や解決方法をワークシートを用い分かりやすく示すということに昨年かなり先生方は取り組まれました私の参観させていただいた時の例としまして例えばここに示した理科の例があります2つの資料データを比較するということはこれは科学的な思考の一つとして重要なところであります参観させた授業ではこのようなワークシートを使っておりましたこれがの細胞の観察ですね このようなことから2つの細胞の特徴を観察記録すると、まあ、ここまでは教科書等にも出ているところですが、まあ、さらに一歩踏み込みましてではその観察した2つのものの類似点相違点こういうものを分析考察する、まあ、こういったところをいろいろ工夫されていましたで。さらにこういった比較考察のワーークシートを 他の単元ででも活用できるにしようそしてこれは教科の中の共通の本質的なものの見方考え方として押さえようこういったものが今ワークシートとタブレットとそれぞれ使われているんですけれどもどうやってこう,うまく融合させていくのかというのが本年度取り組まれている。あの 課題のつつでありまますすもう一つ例を紹介いたしますこれは先ほど紹介いただきました学校公開の中での技術家庭科の例でありましたデジタル作品で CM 作りですね前年までは言語活動で言いますとも CM 作りで絵コンテを描いてというですがどうしてもフォーカスがいまいち定まらない作品が多かったとそこで工夫されたのが 既存の CM の設計方法を分析するというワークシートを作られました、まあ、どのようなメッセージを行われてそれから対象はどれだというその設計方法を分析した上で生徒たちに作らせたところ非常にメッセージや構造が明確なこういった作品があのえ誕生してきました。こ、まあ、このところですね その問題から解決すべき課題を設定し設計要件を定義するというのはこれものづくりに共通する非常に設計の基本的な思考法であります、まあ、こういったような各教科の本質に関わるような思考法とか考え方こういうものを取り上げて研究しているというのが今六中んの取り組みであります当然まだここのものっていうのはたくさんまだ出揃っているわけではございません こういったこの教科の本質にかかるものの見方考え方を同様に展開していくことが重要だと思います。そして最後にお示ししましたのがこれはあのワークシート等を先生方が研究している場面であります。あの中学校ではなかなか全校の取り組みというのが難しいといすが6中三こういう形で全校でいろんな検討の方を進めています。また同時にですねこのワークシートの作成自体が 評価の原点指導を見つめ直す非常にいい機会となり、まさに先生方にとっての言語活動にすなっているかなと思います。まあ、この形でさらに成果を上げていただけることを期待したいと思います。以上です。